エリシアのところで、ユーゴ戦士の番号のことを聞いたんだけど、英傑の順番とは一致していなかった。あなたは第8位だけど、番号的にはエリシアと近いのよね。CM004、 それが火を追うがでのわらわの番号じゃ。その意味を何時ならわかるはずじゃろ。四人目の融合戦士。ああ、あの頃の技術はまだ成熟しておらぬ。様々な副作用が発見された。ケビンの周りにある霊気、エリシアの妖精のような尖った耳、それらがそうじゃ。わらわに関しては、多くを語らずとも、これを見てわらわの行動を予想したんじゃろ？その話をするつもりはなかったわ。反感を抱いてるみたいだったから。反感。それでも、わらわがそうなった事実は変えられぬ。幸いこの技術は改善され、わらわたちのような融合戦士はほとんどいなくなった。さくら、自分の行動は、CM004 って言ったわよね。ああ。001はケビン、002はエリシア。じゃあ、003は誰なの？メビウス博士。わらわを融合戦士にした人じゃ。何時は長い間ここにおるが、食事しているところを。ふわ、一つ教えてほしいことがあります。何でしょう？融合戦士を作った技術は、火種計画の中には含まれていないみたいですが、どうしてですか？わかりません。でもこの技術は受け継ぐべきではないと思います。そういえば、まだ他の融合戦士には会っていませんよね。いいことです。なぜなら、ここにいる人たちのことを、英傑の高みを基準に、融合戦士の全員を測るべきではありませんから。名前を残せなかった者たちの多くも、数えきれない犠牲の中から選ばれた強者なんです。しかし、彼らの作戦能力は、才能に恵まれた人類の兵士が厳しい訓練を受け到達できる域、という程度でしかありません。いえ、すみません。そういう人類の兵士はたった一人でした。軽率に結論を出すべきではなかったですね。普通の人間をスーパー兵士にするというだけで、かなりの進歩に聞こえますが。
それでも人々のヒーローに対する期待には及びません。結果だけ見れば融合戦士は成功とは言えず、崩壊の足並みを少し遅らせたに過ぎません。しかしその代価は多くの人たちの命です。
どけ。ちょっとやめてよ、戦後。メイ大丈夫？びっくりしなかった？心配しないで。彼は口が悪いけど、実際に仲間を傷つけたことは一度もないわ。まあ、アクシデントは何回かあった気がするけど、今は違うわよね。大丈夫、気にしてないわ。とにかく戦後、メイは私たちの客人なんだから、ちゃんと礼儀正しくしなさいよ。どいていただけないか、とでも言えば満足か。
これは？天下制裁を初めて鞘から抜いた時、その残存した炎を凍結させたんだ。自分の力で神の鍵を凍結させたの？それができなければ天下制裁は神の鍵にはならなかった。そう。なら、それはあなたにとってどういう意味があるの？破壊だ。それを私に？記憶体としての僕は、もうこれに形成される必要はない。形成。あなたも後悔することがあるの？知らなかったわ。天下制裁。それがもたらした結果は僕の本意ではない。しかし僕が言った形成は後悔という意味ではないんだ。君にしかできないことをやり遂げるには、まず君にしか背負えない代償を背負わなければならない。この炎は僕にとってそういう意味さ。あなたが前に言った私には背負えない決断って、この話のことだったの？リッツ社、君は夢をまだ見るか？自分が救えなかった人、自分のせいで死んだ人の夢を。見るわ。だが僕はもう見ない。ようこそ、来訪者、ライデン・メイさん。君の来訪は予見してたよ。私の名前を知ってるの？この宝石楽土では、万物はすべて認知によって生まれる。この世界に来た瞬間から、君も認知の一部なんだよ。はじめまして。僕は先行者、火を追う英傑の第七位だ。でも、できれば、君には名前の数で僕を呼んでほしい。
あなたが天啓の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで君の認識に影響を与えたくない。君も僕も同じ志を持った求道者なのだから、名前で呼び合おう。何かの規則なのかと思ってたわ。エリシアも随分と気にしてたみたいだったから。エリシアのこだわりには彼女なりの理由がある。肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ。彼女に先見の明があったからこそ、僕たちは存続する機会を手に入れた。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。だから、礼儀にこだわる必要はない。君には探すべき、もっと大事なことがあるはずだ。来訪者よ。封じられた過去を追い求めるのなら、菩提の刃に従って進むがよい。これは、幾千万とある運命の中で、君に、各社の道を教えるものだ。私に試練を与えるつもりはないの？苦難は試練だが、安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていて、これからも続いていく。見て、聞いて、感じる。足を止めるたびに、選択をするたびに、君の自我は鍛えられる。いつか、君の求めた答えが、君の心に現れる。そして僕は、この世界と共に、君の旅路を見届けよう。諸行無常。すべては因果応報。刹那消滅は、無限法要に過ぎない。さあ、この無限の光の中に足を踏み入れるといい。これが、天啓の目。ここで合ってるわよね。